やあ、皆さんこんにちは、ショーエディビです。はい、本日は、皆さんに、紹介したいものがあるんですけど、先日埼玉県の大宮にある、ベースマンというところに行ってまいりました。こちらですね、ベースマン大宮店さんに行ってまいりました。そこでピッチャー用のグローブを探したんですけど、そこで一つ気になったグローブがあったんで、それを購入しました。買ったグローブここに入ってるんですけど、何かわかりますかね。それでは開けていきたいと思います。ホリン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 、いやー、 Z のプロステータスの源田壮亮選手モデルのグローブです。内野手用ですね。こちら内野手用ですけど、ピッチャー用のような感じのあのウェブが特徴ですね。見てください、これこの革のツヤ、もう革のツヤがすごくて、こんな感じでもうツヤがすごい、もう最高級のグローブでございます。触った感じも、これその辺のグローブとは全然違って、しっかりしてるし、もう手のね、手のここもね、すごいもうとても入れやすい。はい、プロステータスで、はい、ラベルはこっち側にありますね。はい、これいいですね、めっちゃかっこいい。でプロステータスの、型番ですけど、BRGB の、30736、カラーが5629という、お値段は3240円。はい、高いっす。でこちら最初硬かったんですけど、ベースマンの、大宮店さんの方に、ある程度片付けをしてもらって、今これぐらいになりました。はい、まだ一回もあのキャッチボールはしないんで、まだあの、まあ、取った感触とかは分かんないんですけど、このね、この内野手用のこの源田壮亮選手モデルのグローブを使ってピッチャーをやりたいと思いまーす。イエー、どうですか、目立ちますか、どうですかね、いいですか。こちらをこれから、自分なりの型をつけて使っていきたいと思います。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、今後とも応援よろしくお願いします。それでは失礼しまーす。やった。